Select your character. Amane Nishiki. まあまだ残ってるというか一回勝っただけなんですが。はい、ベスト8いきます。ボブ・アズラエル対ミナル・アマネ。あ、ミナルこれ、アマネ引退試合やから頑張ってな。お前のアマネの最終試合は、最終引退動画はこれやで。おーい。さあ、新キャラ同士。T、超電磁病、おー、オレンジ可愛いの？超電磁病を直してアズラエルにキャラ替えしたボブ対ニューちゃんいないから仕方なしのアマネミナル。惜しい、あれ男なの？可愛い言うてんの。さあドリルをブローラーで返して、ここは6へ対空から優勝を拾って2000何本 ?2600 くらい、それで6回となるとブローラーマッパマン。さあペットがワンピガに追いに行く。さあドリル先手前、このシートが行けばいいんだね。裏回りから投げ見えなくて、さあ弱点をつけ直す。はい、つけ直すとか一発目 6D 通る。これは死んじゃうのでバスト、あれで死んじゃうというのもあのキャラすごいんですが、先週あんなに応援されたミナルもなぜこんなことに。もう僕なんか前ダッシュしてから適当にビートも振ったら勝手に当たるやろこいつ。なんかジャンプしてたらそれ当たるやろ。これほらこれほらほら当たる言うたやん。投げたやって死んだ。さあアスライル投げが単発1500、じゃあワンピーが超盛り上がってますね。さあ今後発の人口の9割がワンピー側に行ってます。なんでこんなことに。ブロー後から突っ込んで、あー投げは空振る。ブラは得て、さあ下がるミナルマップで巻いて、ここは中段カウンター、これよいしょ、付け直して、あ死んだ、ありがとうございました。その身を思い知れ死んだ。時間の無駄。まあ引退試合なんでね、来週からニューちゃん頑張ってください。あ、ウニ対ガリレオ。面白い動きをするが、所詮小手先だけの技か。あー、ちょっとブラックホークスティンガーかっこよすぎますね。この